こんばんは。ライフサイエンス統合データベースセンターの岡本と申します。今日は加藤さんに声をかけていただいて、この喋る機会を与えていただきました。ただ僕はもともとバイオロジストで、情報学ももちろんセマンティックウェブも全くのズブの素人なので、かなり素朴でグダグダな感じになると思いますが、よろしくお願いします。しかも聴衆の方がどういう方かちょっと予測できなかったので、バイオロジーを知らない方をかなっていう感じを前提に喋ろうと思ったら、なんかがっつり関係者もいて、そういう人たちは無視していきますみたいな。よろしくお願いします。まずメタゲノムのメタデータっていう話なんですけど、メタゲノムっていうのをご存知の方、はい、わかりました。では一番最初にこのライフサイエンス統合データベースセンターがなんでリンクトデータとかセマンティックウェブに関わり出したかっていうことからちょっと簡単に言いますと、今年の4月からライフサイエンス統合データベースセンターと、ナショナルバイオライフサイエンスデータベースセンターっていうところは、いろいろなデータベースのデータをリンクトオープンデータセマンティックウェブの枠組みで統合していこうというミッションをやっています。これはバイオロジーのデータというのはものすごく膨大なデータがいっぱい出てるんですけれども、なかなかいろいろな分野ごとに分断されていて、データを一元的に扱うことができないので、それをなんとか統合していきたいということで、その技術的枠組みとしてセマンティックウェブ、RDF、リンクトデータみたいなのを使ってやっていこう。その中でライフサイエンス統合データベースセンターは一応なんというか技術開発をメインにやりながら、これらをこういうような感じに、理想的にはいろいろなデータがリンクトデータになってつながって、いろいろなところで利用されて、またそのフィードバックがかかるというようなのを目指しているところです。で、急に話が変わるんですけれども、それでバイオロジーのデータっていうのはどういう形でデータベースに蓄積されているかといいますと、主にここに書きましたセントラルドグマっていう、高校ぐらいの生物の教科書で習った方も多いかと思いますけれども、中学高校の、こういう概念をもとにいろいろなデータが蓄積されています。で、生物のデータは、まず最初にDNA の二重らせんのところに生物のいろいろな情報が書かれていて、それっていうのはいろいろな生物、例えば小さな細菌とかバクテリアとかから人間に至るまで同じ仕組みで、この中に遺伝子という情報が書かれています。で、この DNA のある領域のところから、なんかいろいろなイベントに伴ってこの DNA が読み出されるんですね。それがRNA、メッセンジャー RNA といいますけれども、そういう RNA という形に、転写、トランスクリプション転写されて、その、メッセンジャー RNA に今度はアミノ酸を一個一個ガチャンガチャンってくっつける仕組みがありまして、で、そのアミノ酸がいっぱいくっついたものがタンパク質として、実際のこの皮膚を作ったりとか、いろいろな酵素を作って働いているという感じで、DNA、RNA でタンパク質っていう感じに、情報がこう流れています。これをセントラルドグマと言っています。で、今のをなんかこう模式に書くと、DNA があって、それが転写されて RNA になって、それが翻訳されてタンパク質になる。で、こういう概念で情報が流れているんですけれども、ここごとにいろいろな世界中でデータベースがあって、こういう概念に沿っていろんなデータが蓄積されているという形になります。で、実際には DNA というのはジーンという遺伝子ですね。で、RNA というのはトランスクリプト、転写産物といいますけれども、転写されたもので、プロテインはプロテイン、タンパク質ですね、というような、こういう大きく分けて3つの概念のところでデータとしていろいろ流通しています。で、さらに、最近ではこれらのデータを、生物全体、例えば大腸菌の中にある遺伝子全部、4000個ぐらいあるんですけれども、それを取り扱うような感じで、この概念を全体のっていう設備語をつけて、オームっていう設備語をつけてゲノムと言ってます。で、さらにこの転写されたもの、生物全体、一匹全体でそれを全部扱っちゃうような学問というか実験とか見方をトランスクリプトオームとか、タンパク質全体はプロテオームと言ってます。で、これは、分子から生物単位になった感じです。で、さらに、でかくなって、この生き物がたくさんいる環境、例えばそこら辺の泥とか
あの草っぱらとかからこう土とかを取ってきて、その中に生き物がまあ何十万何百万でいるわけですけれども、その中の遺伝子を全部あの読み解いちゃおうみたいなやつをメタゲノムと言っています。で、まあ、同じようにそれの中にこう転写されているものを読んでるようなのをメタトランスクリプト、メタプロテオムっていうのがあるのかちょっと分かりませんけどもまあそういうような感じです。でだからざっくり言うと、まあ、分子、生物、環境っていう感じに大きくなっていて、今日の話はこの一番でかいところのメタゲノムっていうようなところの情報で、さらにそのメタデータに関する感じで、まあ、ちょっとあのシャレを引っ掛けてるんですけど、でなんでこういうような解析が可能になってきたかというと、それはひとえにゲノムシーケンス技術の劇的な進化に関係してます。でこれはあの、まあ、結構最近なんですけど、あの2001年、まあ、この10年ですねから去年の7月ぐらいまでの、1メガベースペア、まあ、あの1バイト、あの情報学系の方はバイトと変えていただいてもいいと思うんですけども、DNA は ATGC しかありません。1バイトコードなので1メガバイトあたりの、DNA を読むためのコストがですね、2001年のこの7月のあたりでは40万かかってた、だいたいですね、これドルで書いてあるんですけど、まあ、80円計算すると40万ぐらいかかったんですけども、それがまあ最初はこの線はあのムーアの法則ですけれども、あの技術が16ヶ月に半分入る、倍早くなんですよ、それとこう言ってたんですけれども、まあ、ここ2007年ぐらいの時にですね、あのこういう、まあ、次世代とか今新世代とか、何が次世代か分からないので新世代シーケンサーとか言ってますけれども、技術的に全く新しい超並列で処理できるようなシーケンサーが出てきて、ガクッともう劇的にバカンと下がりました。で去年の7月時点では同じ1メガを読むのに8円で、先月ぐらいにもっとすごいのが出てるのでもっと高さが出てます。で例えばヒトゲノムですが、ヒトゲノム、人一人のゲノムを全部読んじゃうのに2001年ですね、まあ、ゲノムの解読が大体終了したと宣言された時にはまあ80億円ぐらいかかるということになったんですけれども、今だと80万円ぐらいです。でこれがまた下がると思います。で結局これはどういうことを意味しているかというと、これによって、まあ、その今言われているようなテーラーメイド医療とかっていうことで、その人病気を治療するときにその人のゲノム読んじゃえるんじゃないのっていうような感じになってきます。でつまりこういうようなすごいあのテクノロジーの進化が、先ほどの環境中から土を取ってきてその中に入ってる遺伝子全部読んじゃえみたいなことを可能にしてます。でさまざまなその生物種のゲノムの大きさと、あとその中に含まれている遺伝子っていうのをちょっとここに今出したんですけれど、例えばミトコンドリア、人の中に入っているミトコンドリアはゲノムのサイズでいうと、これあのバイトなんですけど17キロ、まあ、ベースペアバイトで、遺伝子は13個ぐらいです。でこれは、あの古細菌っていう、まあ古いか本当古いかどうかよくわかんないですけど、まあ、それは古いタイプの細菌で、あの一人で独立して生きていられる一番最小の生き物ということになってますけども、それが持ってる遺伝子が1430個ぐらい、つまり、まあ、1430個ぐらい遺伝子があると大体自活して生きていけるというのがこれぐらいです。これは 1.3 メガぐらいです。であの大腸菌は、まあ、4.6 メガぐらいあって、で、まあ、4000個ぐらいの遺伝子がコードされています。ちなみにこれを読むのに昔はどれぐらいシーケンスの時間かかってたかというと、大腸菌とかは、90年ぐらい、まあ、80年代後半くらいからやられてるんですけども、全ゲノムが終わるまでに例えば8年ぐらいとか、この辺はちょっと異論があるかもしれないですけどぐらいかかってます。でここの卵巣っていうのは、まあ僕が昔研究していた生き物なんですけれども、あの光合成をするバクテリアですね、あの植物の葉緑体の祖先ですけど、それは 3.6 メガで、3700ぐらいの遺伝子があって、これ3年ぐらいシーケンスかかってます。植物ですね、植物のモデル生物で、まあ、ペンペングサみたいな白犬ナズナっていうのがあるんですけども、それ130メガぐらいの大きさがあって、遺伝子が2万7000個ぐらいあって、これ4年ぐらいかかってます。で人ですけれども、人はあの、まあ、あの社会的に結構あの話題になったのでいろいろ覚えてらっしゃる方もいるかと思いますけども、一応大きさは3ギガぐらいです、まあ、今となっては大したことない大きさですね。あのデータストレージを考えても3ギガぐらいだと、今だとメモリとかオンメモリとかにも載っちゃうぐらいですけれども、遺伝子数としては2万6000で、これは一応13年ぐらいかかっていました。でさっきのテクノロジーを使うとこれが
今だと、まあ、あのデータが出てくるまで限って言うと1週間とかそういう感じで読めてしまうという感じになっています。でこういう技術革新がさっきのメタゲノムといって環境中とか空気中とかどこにでもあるようなものからこうその中に含まれている生き物の遺伝子を全部読んじゃうということを可能にしています。でここで言われているのがあの生物学が やっとって言って語弊がある仮説駆動型の科学、つまりこういうことがあるんじゃないかっていうふうに考えてそれを実験で検証する科学から、まあ、データ駆動型の科学、まあ、例えば物理学とか天文学とかは今もでもそうだったわけですけれども、大量のデータをダーッと出しておって、そこから情報学でいろいろデータマイニングをして、そこからルールを見出すというような科学に変わってきたというふうに言われています、バイオロジーが。で、まあ、これはもう適当に僕が言ってるんですけども、それに対していろいろこのデータ、最近ビッグデータとか言われていて、例えば、まあ、天文学もそうですし、ウェブの界隈でも それらをどうしていくかというのが問題になっていますけれども、そのデータをどうしていくかというのともう一つ別に、じゃあそれらをどういうふうに検索したりとかどう取り扱っていったらいいかというのが問題になっています。で例えばより深く、詳細な情報を検索したりとか、その情報のメタデータをうまく、検索してまとめたりとかっていうニーズが高まっています。で、私たち、まあ、私が関わっているのは、まあ、ディープサーチっていうところに関しては遺伝子と文献みたいなの文献情報みたいなのを、まあ、人手で何千方も情報を抽出してやるみたいなこともやってますし、今日お話しするのは、そのメタゲノムのところのメタデータをサーチに引っかかるように整理するためにはどうしたらいいかっていうことです。で、うわ、時計が止まった。これは何？で、これはあのゴールドと言いまして、その今言ったようにゲノムに関するあの情報のメタなデータとかをいろいろ集めてくれてるあのデータベースです。つまりどういうプロジェクトで、まあ、どれぐらいのあの内容のものがどう読まれているかみたいなのをあの集めてくれているんですけれども、そのページを見ますと、これさっき撮ってきたスクリーンショットですけれども、メタゲノムという、ゲノムは、研究としては3400の場所でいろいろなプロジェクトとして研究されてて、サンプルとしては2000ぐらい、いろいろなところの土とかから撮ってきたサンプルみたいなのが2000個ぐらい読まれているということです。で一方あのアイソレーテッドゲノムっていうのは、まあ、例えばこれは大腸菌とか、これは、コレラ菌とか、これは人とか犬とか猫とかいう感じに生き物としてコンプリートしている、あの完全に読まれているゲノムは、今のところ完全に読まれているのが3065生物のゲノムが読まれていて、オンゴーイングで走っているのが7755ぐらいあるという感じになっています。これぐらい膨大なものが走っていると、読まれていると。で、まあ、例えばこういうところにマップとかってやると、この地理的な情報と紐付けられてまして、どこから取られたものであるかとか、どこのプロジェクトであるかみたいなことっていうのが、まあ、こういうふうに Google マップの API で、情報として載っているような感じになっています。つまりあの、まあ、この、ゴールドの中にはこのサンプルがどこから取られたかとか、どこのプロジェクトかっていうような位置情報、まあ、がついているという感じになります。で、次に今回あの私たちがやったメタデータの整理は、あの微生物にまずとりあえず特化して微生物のメタゲノムをやったんですけれども、この微生物っていうののちょっと重要性を言いますと、まず最初にあの目に見えないのでなかなかあの実際に研究されている方以外はあまり意識しなくて、大体バイ菌とかいうくくりでなんかネガティブなイメージが多いと思うんですけれども、そうではなくて、まあ、微生物っていうのは地球環境における物質循環 あのメインの根幹を形成しています。これ、まあ、ちょっと難しい言い方なんですけれども、例えばあの植物とかが酸素を作りますけれども、実はその量よりも海に海洋中にいる、バクテリア、光合成をするバクテリアが発生する酸素の量の方が多いですし、空気中の窒素を、固定して肥料のような形にするようなバクテリアがいたりとか、つまり地球上にあるいろいろな物質をこう循環させているのはかなり微生物が担っているところが多いです。でもちろん人の腸内とか表層とか口の中とかにもいっぱい細菌がいますし、あと、まあ、あの発酵キムチであるとかぬか漬けであるとか、ああいうのも全部生物、チーズとかで、また生物として、まあ、地球上どこにでもいますし、ものすごく古いもので、その、遺伝子の中の内容とかが多様で、非常に膨大な研究の蓄積があります。でこういうことで生物のメタゲノム、つまり環境中から取ってきたときに微生物っていうのは非常に重要なあの意味を持っているので、今回我々は、まあ、微生物のメタゲノムに関して整理をしました。で実際
こういうプロジェクトが最近走ってまして、これはアースマイクロブマイクロバイオームプロジェクトですね。これはなんとですね、こことここに書いてあるんですけど、地球上から20万箇所からこう土の中を取ってきて、でその中から50万種類の、まあ、ゲノムをこう再構築しようとかいうかなり壮大なプロジェクトです。でこういうふうに環境中の例えばあの太古の地球みたいなところにいるような微生物とか、こういろいろメタンを発生している沼にいるやつとか、そういうやつを一気にこう取ってきて、その中にどういう遺伝子が含まれているかということを知ることっていうのは、最近の、まあ、エネルギー問題とか、まあ、医療とかそういうことにも非常にあの密接に関係していて、かなりやられています。でそこで我々は今回このメタデータの中でどういうところにその微生物がいるかっていうことに関して整理しました。でじゃあ実際 の微生物のメタゲノムのメタデータっていうのがどうなってるかっていうと、かなりひどい状況です。これはアメリカにある、まあ、一番大きなバイオロジーのデータベースのセンターの、メタゲノムのデータエントリーですけれども、ちょっと拡大しますと、このメタゲノムのデータに関して、これが例えばあのソルトウォーター、塩水のとこで取られたとか、この pH がいくつかとか、まあ、なんかこういろいろなどこの環境中で取ったのかとか、プロジェクトはどこのページかみたいなメタデータがここに書かれているんですけれども、この中で環境に関するものは、例えばここにエンバイロメントでマリンバイオーム、フィヨルド、コースタルシー、フィヨルドの沿岸のところから取ってきましたみたいなのがアトリビューツっていうところに書かれています。こっちのサンプルではアトリビューツじゃなくてエクストラアトリビューツっていうところにハビダット、まあ、どこに住んでるかっていう意味の英語ですけれども、そこになんかベンツ、なんかこう筒状になったこう吹き出してるようなところですかね、とかなんかフィリピンシーで、しかもこれなんか多分デイビーカー取ってきた時にアルファヌメリックみたいなやつがまたガサッと入ったままになってますけどひどいですけど、そんな感じにこう書式ももう決まってないので、いろいろなところにそのどこに住んでるかとかどこから取られたかみたいなのがぐっちゃぐちゃに入ってます。でこれをまた例えば検索に再利用したりとかするということが、まあ、かなり困難な状況なので、今回、我々はこれを整理しました。で実際には4054こういうサンプルのデータがありまして、その中から、環境に関係しそうなことを、全部抜き出しました。その結果、まあ、こういろいろな書き方で書いてある627のカテゴリーの中に、いろいろなどこから取ってきたかっていう情報が書かれてました。でそれを、まあ、なんか名寄せとかして頑張ってまあ、やると、37くらいのカテゴリーになります。まあ、ただ いろいろ重複していて、まあ、エンバイロメンタル、エンバイロメントカッコバイオームって書いてあるのもあれば、小文字のエンバイロメントカッコバイオームみたいなのもあって、まあ、こういうふうに登録する人がいろんな登録し方で登録しているので、まあ、よくあるデータの名寄せのパターンになっています。でこの中に、401の、どこから取ってきたどういうサンプルかっていうような言葉がありました。例えばフィリピン海溝のところで取ってきたかとか、植物の根っこで取ってきたとか、そういうようなものが401ありました。でここのところをなんとかオントロジーと紐付けていくということをやりました。で例えば、ジオグラフィックロケーション、地理的な場所っていうところにこう入っているタームを見ると、まあ、例えばこの中に48ターム入ってて、まあ、いろんなのがあるんですけれども、ここに、まあ、北極の春吉ですか、よくわかんないですけど、まあ、そういう固有名詞があって、こっちには例えば、カリフォルニア湾みたいな感じの固有名詞があったら、これを例えば、エスコス、シンプルナレッジオーガナイゼーションっていうやつのを使って、エンバイロメンタルオントロジーのこれも海です、シーウォーター、こっちも海ですみたいなやつにこうマッピングするっていう作業をチク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 やりました。でこのエンバイロメンタルオントロジーっていうのは、まあ、いろいろ環境に対するオントロジーがこうあるものなんですけれども、例えばシーウォーターっていうのに、まあ、先ほどのカリフォルニア湾とかを紐付けると、その上の海藻、シーでマリンウォーター、ウォーターボディとかいう感じにいくつかのアスペクトで、上の海藻とかが取れるので、この構造を利用することによって、まあ、検索とかにも利用できるのということです。で、まあ、実際に先ほどあった48のタームのところで、
これらは全部、アークティックオーシャンとか、まあ、ベイオブビスカン、ビスカンシーとかなんですけど、全部あの海のところであるというような感じにあの結びつけられますので、まあ、これらは後で一緒に一括に検索できるという感じです。で次にその地名に対してはあのギャザッティア、ガゼッターっていうオントロジーを使って、例えばガルフォブス、カリフォルニアっていうのはガゼッターの、まあ、この ID を持っているこの地名ですよっていうようなのを紐付けました。ガゼッターっていうオントロジー自体もあのいろいろな地理的な構造を持ってまして、例えばこれは東京ですけれども、東京のロケーションはジャパンで、ジャパンはイーストアジアで、イーストアジアはアジアでとかっていう感じに、まあ、こう構造を持ってますので、いろいろな場所にあるやつを大体のところでこうまとめて検索がこの構造を使うとできるという感じに考えています。で例えばこれは、アメリカ の, あの海洋学環境研究所が出しているあのいろいろなデータなんですけど、ここにさっきのカリフォルニア湾に関するあのデータがありまして、これは、カリフォルニア湾付近での年間のカリフォルニア湾の温度みたいなのをずっとこうデータ化しているわけです。でさっきの ID で紐付けてやることによって、こういうものとそこから取れた、微生物がどれぐらい年間を通じて何度ぐらいのところにいるかみたいな情報が紐付けられるというふうに考えられています。考えています。で、今回我々がこうなんかちょっと試しでやってみた、オントロジーっていうのがこういうのを作ってみたということで、メタゲノムエンバロメンタルオントロジー MEO というふうに言ってますけれども、大体の骨格は、最初に紹介した環境に関するエンバロメンタルオントロジーっていうのから取ってきました。で、大きく3つのアスペクトがそれにあって、でバイオームっていう、生物群がどこに住んでるかっていうことと、その環境の特徴エンバロメンタルフィーチャーで、そのエンバイロメンタルマテリアルっていう環境のものですね、岩とか水とかそういうことに書いてある。あと、今回これを我々は新しく出してプレイスということで、ガゼッターってさっきの地名辞書をここにぶら下げて地名を書けるようにしました。それ以外にもあのなんていうか、例えば腸内細菌とか人の表層に皮膚の表層にいる細菌とかとかも表記したいので、あの動物に関係する解剖学辞書、またあの植物に関する解剖学辞書、あと生物名を言い表すためのタクソノミーですね、分類学辞書みたいなのをぶら下げて、まあ、こういうようなものを今目をとして、作っています。で、さっきも軽く言いましたけれども、この目を介することによって今まで、まあ、サンプルデータとして持っていたところの環境に関するものを、ある程度構造を持った形でまとめることによって、もうちょっと外のデータ、例えば海なんだけれども、その塩濃度はどれぐらいなのかとか、先ほどの海の環境中の年間の気温はどれくらいなのかみたいなことと紐付けることによって、より詳細な検索だったりとか解析ができるというふうに考えています。で実際 MEO を使ったアプリケーションとしては試作なんですけれども、今そこにも来てらっしゃる東工大 の, あの黒川研究室の方たちが、マイクローブ DBJP っていうのを、まあ、作ってくださっていて、で、これはあの、まあ、こう Google 検索みたいになってて、今まであのバイオロジーの微生物のあのデータベースとかっていうのはかなり専門知識がないと何を検索していいかすらわからない感じだったと思うんですけれども、これはもうちょっ と,、メタサーチみたいなことができることを目指してまして、例えばここにソイル、土壌っていう言葉を入れると、こういうふうに土壌から取れてくる、まあ、サンプルとか、ここちょっと切れちゃってて申し訳ないんですけど、その土壌の中にどういう微生物が何パーセントぐらいいるかみたいなやつがこう一気に見えるみたいな感じであるとか、例えばこうちょっとこれは専門的なんですけど、遺伝子名で LPOB、ルポ B っていうのがあるんですけども、こういうのを入れてやると、まあ、この遺伝子は RNA を重合するためのタンパク質なんですけども、それが、この遺伝子があるのはどういう環境中にあるか、例えば海にもあるし、土壌にもあるし、人の腸にもあると。つまり遺伝子、この遺伝子が環境中のどこにあるかっていうような感じの検索とかができるような感じに作ろうかなというふうに今、考えてアプリケーションとして考えています。これによってその遺伝子を資源として見ると、この例えば有用な酵素が環境中のどこにあるのかとか、例えば環境中に毒物が出ちゃった時にどういうふうに分解されていくのかみたいなものを推測したりとか予測したりすることができるようになるというふうに考えています。で最後にちょっと素朴な感想になっちゃうんですけど、この MEO を作ってみて感じた問題点です。でその我々がその最初に持っているその微生物のメタゲノムのメタデータに対して既存のオントロジーをこう当てて、まあ、新しいものを作ってきたんですけれども、その時に難しかったのが、
どのオントロジーを使ったら一番いいかっていう検索と選択が難しかったです。で次に既存オントロジーのライセンスがちょっと不明瞭なのでこれ使ったらやばいんじゃないかみたいな、結局最後まで分かんないみたいなのがちょっと怖いです。今も怖いです。であとオントロジー閲覧のツールなんですけれども、まあ、いくつかオントロジーエディターとしては、まあ、王道があるんですけれども、結構さっきのガザティアとかっていうチリの、辞書とか17万語とか入ってるので、そうだんだんこう入れていくと重くなってって使えないみたいな問題があって、その辺も結構困ってます。で新規オントロジーを構築していくときのベストプラクティスっていうのが、まあ、当然なんでしょうけど、そのドメインっていうか領域ごとに、専門領域ごとにかなり違う感じがするので、ちょっとなかなか素人にはどの辺までやってたらいいのかっていうのがなかなか見えづらいっていうのがあるので、まあ、そういうのがちょっと分かれば教えていただきたいなってことがあります。あ と,、結局最後はオントロジーや実データへのマッピングっていうのが、まあ、手作業っていうか根性みたいな感じになるのはまあしょうがないんですけれども、まあ、結構大変でしたということです。このプロジェクトはまあこちらの方たちと一緒にやりました。以上です。ありがとうございました。